動く無茶振り紙芝居。コオロギとおかしなフランスパン。リンリンリンジジジジジ、リンリンリンジジジジジ。コオロギの小次郎は鼻歌を歌いながらお散歩をしています。今日は天気も良くて気持ちがいいな。ついつい遠くまで来ちゃったよ。お腹も空いたし、そろそろ帰ろうかな。小次郎がお家に帰ろうとすると、なんと目の前に大きなフランスパンが落ちているではありませんか。これはごちそうだ、みんなにも教えてあげよう。小次郎は仲間たちを呼びました。もぐ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 。うわぁ、こんな美味しいパンは初めてだ。ふわふわですごく美味しいわ。大満足、教えてくれてありがとう。リンリンリンジジジジ、リンリンリンジジジジ。コオロギたちはより一層美しい音色で鳴き始めました。でも全部食べてしまうのはもったいないな。少し土に埋めておこう。小次郎は明日のために一かけらのパンを土に埋めました。そして次の日、様子を見にやってきてみると、なんということでしょう、パンが伸びているではありませんか。うひゃー、なんてこった、昨日埋めていたパンが伸びてるぞ。また仲間を呼んでみんなで食べることにしました。そして一かけらのパンを土に埋めます。すると次の日も、その次の日も同じようにパンが伸びるではありませんか。小次郎は言いました。これはきっとおかしなフランスパンなんだ。どうやって伸びているのか見てみたいな。小次郎は少し離れたところからフランスパンの様子を観察しました。すると辺りが暗くなった頃、なんと人影が現れたのです。小次郎は息を潜めて人影の様子を伺います。するとその人影がフランスパンを埋めたあたりで立ち止まり、何やらごそごそし始めたのです。何者なんだ、きっと僕たちのパンを盗みに来たに違いない、守らなきゃ。小次郎は精一杯の声で泣き出しました。じい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 。するとその泣き声に気づいたのか、人影はすっと闇の中へ消えていきました。そしてパンの様子を見てみると、なんとびっくり、そこには大きく伸びたフランスパンがあるではないですか。おいしいね。そうね、とってもおいしいわ。本当にこれはおかしなフランスパンだね。リンリンリンジジジジ、リンリンリンジジジジ。みんなは美しい音色で鳴いているのですが、あの人影は一体何だったんだ。小次郎だけが不思議そうに周りを見渡すと、なぜでしょう、パン屋のおじさんが小次郎に向かってにっこりと微笑んでくれました。おしまい。ナナナナイス。